お兄さんですか。妹さんの容体が良くない。急いでください。死んだ人には興味ないんだね。違う。自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだ。マリー、このまま行かないでくれ。ちょっと、大丈夫っすか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。なあ。
素人か。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。よき終わりはそこにある。一体おい、抵抗するな。体はもう折れるもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないことを知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。
動きがぎこちないが、まあいいだろう。済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。